日本における聖書翻訳の立役者たち。左列上から D.C. グリーン、松山高義、N. ブラウン。中央上からフルベッキ、ヘボン、奥野正綱、ファイソン。右列上から S.R. ブラウン、高橋五郎、マクレー。ダニエル・クロス B ・グリーンは、宣教師、牧師、建築家、聖書翻訳者。アメリカ合衆国マサチューセッツ州。 ロックスベリー出身。アメリカ外国伝道委員会の幹事の9人目の子供として生まれる。父は1849年に病気でアメリカンボードを辞職した。1850年に母が亡くなり、1852年までグリーンの一家は離散する。1860年にミドルベリー大学に入学したが、翌年の1861年に、 ダートマス大学に転校。南北戦争が起こり、1862年6月24日に北軍側のダートマス騎兵隊に入隊し、10月2日に除隊。1863年9月に信仰を告白し、キリスト者となる。1864年に大学を卒業。検診し1866年に改修派のシカゴ神学校に入学。 その後アンドオーバーガミ学校に転校。若くして両親を亡くし、1864年9月に救われたメリー・ジェイン・ホービスと出会い、文通の後1865年に婚約。1869年にアンドオーバーガミ学校を卒業し、7月28日にアンシュレを受け、翌日29日に結婚。1869年、 アメリカ外国伝道委員会に派遣され11月30日に来日。横浜に到着し、その後の1870年にヘンリー・ブロジェットの勧めにより神戸で宣教。その当時の神戸にはプロテスタントの宣教師はジャニング・ウィリアムズ以外にいなかった。神戸に移ったグリーンはフリーメイソンから建物を借りて1870年5月22日に 最初の礼拝を持ち25名が参加したが、ここは礼拝に適さず、1871年に商人のブラッドフィールドが礼拝堂建設のための土地婚品を申し出る。1872年11月23日、ユニオンチャーチが完成し、グリーンがその初代牧師となる。ユニオンチャーチは赤レンガ作りの建築でグリーンの設計だと考えられている。 ユニオンチャーチは調教派であったので出席者の中には監督制の者も,もおり、教会政治をめぐって問題が起こった。監督性の者たちは1897年に別の教会を建設した。1871年6月30日にグリーンと大市牛リック宣教師に日本語を教えていた市川栄之助夫婦が逮捕されてしまう。 グリーンらはアメリカ領事館に訴え、アメリカ領事は兵庫県知事中山新品に抗議した。市川栄之助はキリスト教を理由に拷問にかけられたと考えられる。1872年11月25日に市川栄之助は死んだ。グリーンは釈放された未亡人の市川松を引き取って障害世話をし、アメリカボードに未亡人に支払う年金を請求した。 市川松は、摂津第一公会で洗礼を受け、1909年7月30日に、昇天。グリーンは、キリシタンジャシューモンの義は固くご金世たりという、考察を見た。また、裏紙四番崩れの事件を、アメリカンボードに報告し、心境の自由を守るための運動を呼びかけた。これを受けて、アメリカボードは、日本における心境の自由を、アメリカ政府に訴えた。 1874年4月19日に宣令を授けた11名によって創立された摂津第一公会は当初から改修制を取る改修派教会であった。ここから日本組合キリスト教会につながる。1874年の6月1日から再び横浜に戻りヘボンやフルベッキラーと共に新約聖書翻訳に取り組み、1880年に 完成した。1882年から87年まで、同志社営学校で教師を務め、さらに建築家として、明田館、礼拝堂、優秀館を設計した。87年末に休暇を得て、ヨーロッパに旅立ったが、3年後に東京に戻った。1897年には、片山線によるキングス霊館設立を支援している。 また日本アジア協会や平和協会の会長を務めるなど日米関係改善のため尽力した。神奈川県葉山で永民。青山霊園に葬られたが2001年、京都の同志社墓地に移された。ありがとうございます。